さあ始まりました。私ニワトリの中身によるあなたの価値を教えてくれ、あなたの価値を教えてくれ実況のお時間です。今回もやっていきましょう。ということでね、前回、ちょっと過去話回想が入って、でね、なんとパッパがね殺害されたということで、もうね家の中はもう、もう暗い空気ですよね。もうゆずちゃんも寝込んでね、悲しいんでね。でそうして、パッパのお部屋でね、過去をしみじみとね感じていたら、なんか来訪者がね来たんで、今からねインターホンを見に行こうというところでございますね。で誰が来たんでしょうね、こんな忙しい時に。はい、インターホンを。ななみ、まあね心配してきてくれたのかな。あ、でもまだ情報は公開されてないから知らないのかね、ななみちゃんはね。あ、ユーマ、いきなりごめんね。ああ、うん、ちょっと待って、玄関まで行くから。うん、ということで玄関までね行きましょう。はい、ななみ、夜遅くにごめんね。ちょっとだけ散歩に行かない？おお、これ知ってるんですかね、パッパが亡くなったこと。まあ、多分まだね報道はされてないんでしょうね。ということはクロアちゃんのねアタック頑張りなさいよみたいな後のことなんですかね、これは。そしたらだいぶね2人のテンションの温度差がすごいですけど。夜の散歩って久しぶりだね。ねえ、もう全然そんな気分じゃないもんね。この遊具とか懐かしい。よく私がここは私が使いたいのってダナをこねたりしてたな。あ、これは知りませんね、パッパが死んだことをね、やっぱり。このねテンションの時に告白みたいのはやめた方がいいと思うよ、ななみちゃん。やばいよ。一時期泥団子も流行ってたよね。ここの砂がいいとか悪いとかいろいろ考えてたな。まあね、昔ありましたね、なんか光る泥団子とかね。僕作ったことないんですけどね。うん、ありがとう、ななみ、気を使ってくれて。あれ知ってるんですかね、じゃあ。よくわかんないですね、もうニュースでやったんですかね。でも大丈夫だよ。悲しいはずなのに涙も出ないし、意外と落ち着いているみたいだからさ。まあこれからのことを考えると大変だし不安もあるけど。まあね、もうパッパがいなくなったら本当ね、もう収入的なものでもね大変ですしね。どうなんでしょうね。お、嘘だ。え、何、そんなの嘘に決まってる。私知ってるよ、ユーマがどれだけお父さんのことを思っていたか。ユーマにとってどれだけお父さんが大事な人だったか。ユーマは気づいてないかもしれないけど、お父さんのことを話す時のユーマ、本当に楽しそうに話すんだよ。あら、パパっ子だったんですね。あの対局がすごかった。あの一手はものすごくしびれた。あの時のお父さんは本当にかっこよかったって。本当、嫉妬しちゃうぐらい。パッパに嫉妬しちゃダメでしょうね。まあね、お父さんに憧れてね騎士になったんですからね、そりゃパパはね好きですよね。ユーマのあの顔を見たらわかるよ、さっきの言葉が嘘ぐらい。ゆずちゃんからね電話が来たの。ゆずから？うん、ゆうくんが無理をしてるって。一番悲しいのはゆうくんのはずなのに、私の心配をして自分の気持ちを隠してるって。ゆうくんのことだから自分がしっかりしないといけないって思ってるんでしょ。まあね、長男ですからね。いつもそうだよ、ゆうまは他人ばかりを優先してる。ゆうま呼びですよ。でね、なんか音楽がもう迫真の感動系ですよね。ちょっとうるっときちゃう。自分の気持ちを主張しようとしない。これでもユーマとは長い付き合いだし、他の人よりはユーマのことを知っていると思っているけど、私自身
本当のユーマを知らないんだなって思う時がある。現実逃避をしたくないのもわかるよ。私がものすごくおせっかいなのもわかってるよ。でもだからって自分の気持ちを押し殺しちゃダメだよ。言いたいことがあれば言っていいんだよ。悲しければ泣いていいんだよ。自分の気持ちを隠さなくていいんだよ。はあ、ななみちゃん尊い。もっとお父さんの将棋を見たかった。うん、もっといろんなことを教えてほしかった。うん、もっとお父さんと将棋がしたかった。一緒にいたかった。成長する姿を見せたかった。うん、お父さんに勝ちたかった。はい。おお、しおりを挟んで若干感情移入してね、ちょっと涙が出てきましたけどね。やっぱね、パパね、パパなんで死んでしまったん。次はまた過去話ですかね。消失の次、違う、ん、再発、まあいいや、次へ。まあもうね、ななみちゃんと結婚するしかないっすよ、こんなね。えこんなに思ってくれる子いないっすよ。ななみちゃんしてんだ。そしてあー、サレン疲れた。頑張ってななみ、また寝たら先生に怒られるよ。なんて、なんでサリはそんなに元気なの。神様、不公平すぎやしませんか。何言ってるのよななみ、ここぞって時はいつもななみの方が元気でしょ。ここぞっていつ、いつだろう。適当に言ったな。ふざけるな。そんなに怒らんでも。今の怒鳴り声ってレオくん？またレオが切れたのか。ナナミ、教室に行こう。うん。はい。情報を、ナナミちゃん。ナナミちゃん視点って初でしたっけ？アイテム。お、財布。ナナミの携帯。財布がありますね。キャラクターはまあ、特に、増えてないけど、うん、増えてないね。うん。インフォメーション。レオ・ビスタニア。ナナミちゃん視点ですね。サリちゃんの彼氏。だけどなぜかユーマのことを毛嫌いしているみたい。何も言わずに一方的に嫌な顔をするのはちょっと大人げない気がするな。うん。黒はサリ。最初に会った時はびっくり。まさか憧れの人と友達になれるなんて本当に夢みたい。でも最近はストーカーに困っているらしい。もっと友達を頼ってくれてもいいのにな。そうですね。なんか、一人でね、どうにかしようとするところがクロワさんにはありますね。モバイルフォン。はい、パスワードわかりません。ということですね。はい、教室に行きましょう。また喧嘩してんのかな？名乗り出ろよ。あ、またマフィア情報が。やめて、レオ。黙ってられるかよ。レオ・ビスタニアは仮面連続殺人事件の犯人。殺人鬼は消えろ。もう犯人ではないでしょうね、別に。何これ、最低。全部拾おう。お、拾う、拾いましょう。いっぱいありますね、なんかね。話しかけられないからおとなしく拾おう。紙を手に入れた、紙を手に入れた。これね、こんな少人数の生徒残ってるけど、なんかすごい変な空気でしょうね。みんなちゃんと着席してるし。レオくんのももらいに行こうか。はい、ください。ちり紙交換です。張り紙もらうよ。ありがとう。ありがとう、ナナミ。ううん、それにしても一体誰がこんなひどいことを。でもね、まああんだけトカレフ売ってたらね、
まあ、あの取引相手が犯人なんですかね。だったら間接的に殺人犯の片棒を担いでると言えなくもないですよね。おそらく例のストーカーだと思う。もうストーカーね、顔割れてるし、やろうと思えばやれますよね。え、どうして？私たちを別れさせたいからじゃないかな。これのせいでレオ最近みんなから避けられているみたいだし。どうなんだろう、昔はみんなから仲良くしてもらってたんですかね、あのファッキューファッキューいうやつを。やっぱりそうなんだ。うん、それに私の親にまでこんな噂が回ったみたいでさ、最近は本当にいろいろと大変なんだ。とうとうお母様にもね。そっか、とりあえず私職員室に行ってくるよ。ありがとう。じゃあ私は不機嫌であろうレオにこのお土産を使って機嫌取りでもしてこようかな。なんでしょうね。お、何これ。ん？何？あ、かわいい。動物？この前いとこの家に行ってきたのだけどね、実はいとこのお父さんがキーホルダーの製造に関わっている人なの。それでまた売られていない試作品を特別にもらったの。かわいいでしょ？それ なんすかそれ。何の動物？ちなみにナナミにはお菓子ね、こっちの方が嬉しいでしょ。物で釣る。やった、もちろん。わかりやすいね、やっぱりね。それでユーマくんの分もあるのだけど、今日はやっぱり休みだよね。ああ、うん、多分来週まで休むと思うよ。そうよね、一番辛い時期なのに忙しいのっていいのか悪いのかわからないわよね。ユーマくん大丈夫そう？でもまあこれでね、あの張り紙を貼ったのがユーマではないというのがね、立証されたんで、よかったっちゃよかったですけどね。うん、今はまだ辛いと思うけど、きっと乗り越えられると思う。そっか、私たちも頑張ろう。うん。この作品はなんかね、女の子たちが強いですね。お、警察ですね。また課長だっけ、なんだっけ、ちょっと偉い人。アリサ、まだ犯人は見つからないのか。正直厳しいですね、手がかりが少なすぎます。第2の被害者が出てから1週間が経過している。これ以上の被害者は絶対に出すな。わかったな。またこのジジイ簡単に言ってくれるわね。なんだ、文句でもあるのか。ありません、失礼します。さてと、まずは後藤さんに頼んでいた件、九段の結果を聞きに行こうかしら。後藤さん、お、情報が。目的は後藤さん。情報が、インフォメーション。どこまで見たかね、毎回分かんなくなっちゃうね、これね。この辺か？最初は連続殺人事件の被害者だと考えていたが、現場に複数の足跡が残されていたことや、友人の証言により暴力団絡みの事件であると判断された。ああ、そうなんですか。ダイングメッセージ。ゆずる曰くこのメッセージは将棋の対局で54手目に6、2の1に桂馬を指したという意味らしい。文字がしっかりと書かれているあることも考え、偽装の可能性もあるが、これに関しては考える時間が無駄な気がする。あ、まあバレちゃったんですね、将棋のあれだってね。まあ誰も見ればわかるよね、これね。サラミア雄一。第2の事件でメモに記されていた鋭利クランの駒を所有する一人、現在失踪中のため、私の推理が正しければすでに犯人の手に、はい、ということですね。後藤のもとへ。誰だろう、後藤。後藤譲るだっけ、パートナーか。あれあれ、こいつじゃないの。ん、あれ、こっち、え、後藤、後藤、誰後藤って、え、後藤、後藤。え、矢印ここだよね、部屋ついてたよね。あ、ちょ待って、後藤ってハリミヤだよね、こいつね。あれ新キャラじゃん、後藤って。誰よこの人、ちょっと、え、誰、後藤って誰。後藤さん、後藤さん、どれ、ちょっと待って、わからん本当に。え、あ、お前か。例の件、調べ終わったかしら。はい、先ほど調べ終わりました。
後藤泣き、すごい名前ですね、泣きって。ありがとう、教えてくれる？ええ、まず四郎道長さんの家に家宅捜索を行いましたが、クランの駒は見つかりませんでした。実家や友人などは？ダメです、連続殺人事件につながるような情報は何もありません。それどころか暴力団との関わりが浮き彫りになっていく一方です。マジか、パパそんなに暴力団と関わりを持ってたんですか？そう、ちなみにその暴力団とは？接触はほとんどなかったこともあり、詳しくはまだ分かっていません。また分かり次第伝えに行きます。接触はしてなかった、よく分かんないですね。ありがとう、助かるわ。ちなみに支流テルマさんの方も調べ終わったかしら？ええ、未婚のため詳しい話を聞くのに手こずりましたが、確かに情報通り多くの名工が残した将棋駒を所有していました。亡くなった後は支流道長さんが美術館などに寄付したみたいでして、それらすべてを確認しましたが、鋭利クランが作ったと思われるものはありませんでした。じゃあ誰かが持ってるんですかね。そう、分かったわ、ありがとう。はい、ゆずるのもとへ行くということで、今回はねこの辺でストップしたいと思います。セーブしてと。それではね、次回はねパートナーのゆずると、まあするんでしょう。それではまた次回、バイバーイ、にわっち。